暴走客船久々の新車となります E131系の展示会のため立山駅に来ております。ボックスシートが残されたのがやっぱいいですよね。バリアフリー式のトイレです。このように中は非常にゆったりとした作りになっています。ご乗車ありがとうございます。この電車は外房線に乗り継ぎ扱い宇都宮ワンマンカー。こんにちは、鉄道博士だよ。内房線の立山駅にやってきました。立山駅は房総半島の南側、内房側の主要都市になります。こちらは立山駅の東口になるんですけれども、まあ、このようにね、気候が温暖で素晴らしいところなので移住者が増えているということです。立山駅の改札を一旦外に出まして、こちらの展示会会場に向けて行列に並びます。この立山っていうのは鉄道省の直営のバスがですね、1933年昭和8年から関東で一番最初に走り始めたところです。改札口から入るわけではないので入場券は不要です。無料で入れます。入場が開始となりましたので、ソーシャルディスタンスに配慮しながらホームを進みます。立山駅一番線ホームには真っさらな新車の E131系2両編成が止められています。この辺りの普通列車には長年にわたってオンボロの209系の中古車両が改造されて使われてきたわけなのでね、まあ、この沿線に住んでいる方には非常に朗報だと思います。ご覧の通り最近の電車らしくフルカラー LED の行き先表示が採用されています。209系にはなかったドア開閉のための押しボタンが設置されています。E131 系はワンマン運転に対応しているので、このように E531 系にあるようなカメラが設置されています。立山駅3番線には阿波鴨川行きの内房線下り列車が停車しています。E131 系の車内に入る前に検温を済ませ、 JR 千葉支社の方から手袋が配られました。新潟で使われている E129 系に非常によく似ているんですが、この E131 系の扉の数は片側4箇所です。それでは2020年11月に落成したばかりの幕張車両センター所属 E131系R07 編成の車内に入ってみます。まあ、こちら運転台なんですけれども、まあ、JR 東日本の最新のトレンドを踏襲しているようです。ゆっくり止まりませんので前方にお進みください。冬に寒くなる路線では当たり前となっている押しボタン式のドアです。普通車からボックスシートが廃止されてしまった E235系とは違いまして、この E131系にはボックスシートが残されています。やはりこの枕上げ方向に並んだシートっていうのはいいですよね。それでは雲波からクハに移ってみましょう。クハ130の連結面色にはこのようにバリアフリートイレがあります。ご乗車ありがとうございます。この電車は外房線に乗り継ぎ扱い宇都宮ワンマンカー。
今度は入場券を買って改札内に入り、2番線から撮影してみます。ちょうど里山駅2番線には列車がいないので床下機器を見てみましょう。こちらは最初に入った方のクモハ E131 です。クモハ E131 の台車です。こちら ATSP の車上装置です。そしてこちらが直通予備制御ユニットです。屋根の上にはシングルアーム式のパンタグラフがついています。連結面はこのようになっています。そしてクハ E130 の方を見てみましょう。クハ E130 の床下機器はこのようになっています。クハ E130 の台車です。立山駅2番線に立山止まりの209系電車が到着です。製造年に30年近くの差がありますのでね、まあ、このように新旧の差は歴然としています。続いて2番線ホームには E131 系の試運転列車がやってきました。まあ、房総半島っていうとボロい電車が投入されることが多かったわけなんですけれども、まあ、この E131 系がデビューするとね、まあ、本当に快適になると思いますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。鉄道博士チャンネル、チャンネル登録までの方はチャンネル登録を、そして高評価よろしくお願いします。